次は二人で一緒に裏山へ抜け出そう。他の人には言わないでね。これを薬湯というのはあまり良くないな。茶湯に変えたらどう？いつか来る挑戦を迎える準備はできたぞ。やった！ようやく注意薬と関係ないことができる。外の空はこんなにも広いのに、誰がカゴの中に永遠にこもったりするもんか。この歌聞いたことある？努力は必ず実るっていう歌なんだ。落ち込まないで。人生は山あり谷あり、そんな時もあるさ。あ、死ぬほど痛い。あ、いや、そんな不吉な言葉は使っちゃダメだね。お茶をどうぞ。病気の人は健康になるし、病気じゃない人はもっと健康になるよ。気合だけは負けないぞ。ちょうどよかった。新しい薬方が効くかどうか試させてもらおう。静かに。ここなら家業を継がせるために私を連れ戻す人はいないよね。何何？あなたが食人の後継者だって？へえ、私たち似た者同士じゃない？来たね。この医学の本はもう読み終わったから、もう何冊か借りるのに付き合ってくれない？起きて。執事の賀来さんがあんたに授業を8コマも準備したらしい。さ、私と一緒にサボろう。ある食玉はデクを使ってこっそり抜け出せるんだってさ。すごいよな。わお、ずっと欲しかった鈴製の夜間だ。ありがとね。な、何はともあれ、プレゼントをもらったのは嬉しいよ。ありがとな。私の髪が滑らかだって？でも私は反抗的な心を持ってるよ。待って、さっきのいたずらで使ったはずの粉がまだ手に残ってる。洗ってくるから、手をつなぐのはその後。私からする兆候と愛嬌の香りが好き？はぁ、これにはたくさん迷惑をかけられてきたけどな。いやぁ、医術の研究は好きだけど、注意の名家なんて看板は継ぎたくないんだ。それとこれとは別だし、矛盾もしないだろ。